キチャンネル。ジョン。こんにちは。トライアウトがなくなります。はい。うん。ねえ、トライアウトと言ったらもうそのまあ戦力外になったってなったら、うんうん、よしじゃあトライアウト、うん、頑張れっていう気持ちでファンはやっぱり応援してましたけれども、だからよくあのね、うん、戦力外通告の男たちみたいなね、はい、うん、最後の締めだね、トライアウトはね、うん、あと新庄さんがトライアウト出たりしてね、あ、そうでしたね、一気に話題になったけども、はい、プロ野球選手会の21日東京の方で行われて、うん、NPB 側と12球団合同トライアウトを今週限りで廃止する方向として話が進めていると、はい、で継続する場合は選手会が主催することを提案していると、うん、NPB は2001年から NPB 主催でこのトライアウトを実施してきて、はい、でもうこれが3回りになるらしくて、はい、各球団持ち回りでやるからね、うん、でもうその今あの選手関係委員会の委員長の広島の、鈴木球団本部長は、うん、現実的にトライアウトの一球一打を見て獲得を決めることはないと説明と、NPB 側ではイベントとして存在価値を認めながらも、ね、その一点の役割は終わったと、うん、ね、一方選手会の森事務局長は最後のアピールの場としてまだ全員が全員引退試合をできるわけではないので、うん、そういう心に釘をつける場も必要だと言及と、うん、廃止が正式決定した場合2025年以降は独立リーグを社会人野球にセカンドキャリアを求める選手向けに開催を継続するプランも描いているっていうところで、まあ、現状もうトライアウトから NPB に取るんじゃなくて独立リーグとか社会人に流れている選手が多いと、はい、でこのチャンネルでもずっと言ってるけど、うん、トライアウトで三振取ったとか、うん、ホームラン打ったで、うん、行く先変わりませんよっていうね、まあ、それはね、なんか言ってましたね、うんうん、当初は多分他の球団とか見てなかったんだろうね、うん、NPB も、はい、だからおかしな編成してたんだよ、うん、最初は、はい、でももう今はそのもうシーズン中から見てるから、うん、別にトライアウトはもう本当に元気かどうか見るだけで、うん、これもずっと言ってるけども、はい、正直そんなところの活躍は全く1ミリも意味ありませんよっていうね、うんうん、1年間見てね、はい、12球団通る通らない決めてきてるから、うん、であとはその選手会が前からお願いしてたっていうところは、うん、その今戦力外自由契約戦力外通告も12球団第1次戦力通告期間、はい、第2次期間に決まってんだよね、はい、でそれは何でかっていうとその早く戦力外になった人がちょっと得すぎるからっていうね、うん、だから早く戦力外になると、はい、早くもうクビになってフリーボールになるわけじゃん、はい、でそしたら他の球団もあこの選手を辞めたんだと取ろうってなった時に、うん、もう早く辞めた人でもう全部市場が埋まっちゃって後から辞めた人が行けなくなっちゃうっていう、はい、この不利益が生まれちゃうから、うん、その戦力外を同じ日にしてくれと、はい、ね、1時2時って分かれるけれども、うん、同じ期間にしてくれと、うん、でそれによって戦力外になる人が全員平等に、ね、チャンスの機会を与えてもらいたいっていうところで、うん、そういう戦力外の時期も決まったし、うん、まあ、こういうトライアウトっていうのが決まって、うん、まあ、そのセカンドキャリア的に向けてってなったところが、まあね、13、4年、うん、じゃあ23、4年か、うん、だから、まあ、24年か、はい、24回して、で、まあ、2回りずつ全部12球団持ち回りで終わって、うん、で、まあ、一区切りでっていうところだから、うん、まあいいんちゃう。だって最近とかさ、うん、もうそこそこ一軍で活躍したり実績ある選手はさ、トライアウト出てないやん。出てないですね。出ませんみたいな、うん、連絡待ちますみたいな感じで、はい、だから選手も積極的じゃないよね、その始まった頃に比べるとね、うん、はい、選手の方ももうその別にトライアウトで活躍したところで何か決まるわけじゃないじゃんっていうところも選手にもバレてきてるわけじゃんね、はい、だから選手もその主力どころとかは行かないし連絡待ちだしってなったら、うん、まあいいんちゃう、ちょうどそれこそやめてもね、うん、で逆に それでだけ選手会側がやりたいんだったら、うん、やるの簡単なのよ、はい、金かけるだけだから。まあそうですね、だから球場も借りて、はい、審判も呼ん で、うん、で手伝いの浦方さんのサポートだったりとか、うん、ファンの人も来るからね、うん、そういったところも、うん、お金出してやってくれるわけ、はい、でも金かければできるんだよ、うん、でも選手会は自分らで金かけていろんな工面したくないだけなんだよ、はい、だから NPB にお願いしてるだけなんだよ、うん、だからそれが本当に必要、選手のためやと思う。だって選手会なんだから、はい、その年まで、うん、ほぼ、ね、まあ、全員が全員かどうか分かんないけども、はい、ほぼ9割9分の選手たちは選手会に入ってるわけじゃん、はい、ってなったら最後まで面倒見てやれよって思わへん、うん、選手会は。まあそうですね、うん、今まで NPB 側やってたのか。でその選手たちも選手会費を大なり小なりみんな払ってきてるわけじゃん、はい、
確かにそういう時のための選手会費っていうでしょ、うん、でそれに伴って選手会がサポートするんだから、うん、まあ、もちろんその交渉するのも選手会の役割だから、はい、そういう NPB と交渉して、うん、ね、それはあの費用とか、ね、システムとかを出してもらって、うん、12球団に、ね、うん、の選手たちにそれを分配していったり共有していくっていうのも大事だけども、はい、それが、まあ、この感じで言うともう12球団はもう僕たちはいいですと、うん、言ってるから多分お金も出してくれないよね。そうですね、こうどんなに言ったところでね、うん、ってなったら選手会が自分らでお金出してやりゃいいだけちゃうって俺思う。選手の人たちはやりたいんですかね。だからもしそれで独立リーグだったりとか、はい、うん、あとは社会人野球の、うん、だって多分独立リーグとか社会人の選手関係者は、うん、イースタンとかウエスタンとかプロ野球の 1,2 軍含めて追いかけてないじゃん。まあ確かに、うん、だから逆に言うと、はい、知らないのよ選手、うん、今どんな状況なのかすらもね、はい、うん、それはあのネットで調べたら今年打率何割でとか分かるかもしれないけども、はい、うん、今の状況がどういうプレイヤーでどういうプレーするのかっていうのが分からないわけだから、うん、そのトライアウト、まあ、過去2回や毎年2回やってたよねっていうのを、あのそれを見て自分の目で見て、うん、多分判断してるところも多少なりともあったと思うから、うん、はい、ひょっとしたら社会人独立リーグの関係者の人たちにはそのトライアウトっていうのは選手を獲得するかどうかの一つの目安になってる可能性は十分あるから。じゃあ まだ野球を続けたい、独立とかでもその NPB じゃなくても野球を続けたいっていう選手にとってはすごくそのアピールの場にはやっぱりなる可能性があるっていうね、うん、はい、ってなったらそれはしてあげた方がいいじゃんね、うん、そうですね。じゃあ選手会がお金出してすりゃいいだけなんちゃうって俺は思うねんけどな、うん、そんな別に難しい話でも何でもないやんですね。まあ、確かに NPB がこれまでやってたのって球団にとっての利点があると思ってたからやってたわけで、うんうんうん、でもそれがあれないなって思ったんだったら NPB がやる理由はないですもんね、うん、全くないのよ。選手がじゃあ取ってほしい、アピールしたいっていう思いでやるんだったら選手会が出せばいい話ですね。そうそう、だから簡単やと思うんだよ。確かに話は、はい、あのお金出せば、うん、できんねん。利点がある方がやればいい気がしますね。で選手がそれでもうやりたくないと、うん、はい、でなるんだったら選手会もやる必要ないじゃん、うん、でも選手がやってほしいっていう選手が、うん、まあ、1人2人じゃ無理やろね、はい、それはもう 2,30 人の中でいるんであればね、うん、それは選手会が自分たちで主催して、うん、その選手ね、うん、のために、だって選手のためにあるのが選手会なんだから、うん、何でも FA 問題とか何でもこの、うん、上の人たちばっかりのためにあんのが選手会じゃないのよ、うん、そういうポスティングとかね、はい、そんなもう頂上ばっかりの天守閣の上に住んでる人たちのためにあるのが、ね、選手会じゃなくて、うん、こういう下にあるね、うん、もう下手したらそのチームのファンの人じゃなかったら名前も顔も一致しないような選手たちもいるわけじゃん、はい、その選手たちにとっても選手会っていうのはちゃんとフォローしなきゃいけないわけよ、はい、で考えたら、うん、自分たちで主催してお金出して、うん、でそして自分たちで設営主催してそれをやってやるのが、うん、でね、それで何回も言ってるけど引退試合としてのこの区切りもあると、うん、ね、家族に最後ね、はい、の優勝を見せるっていうところもあるんだったら、うん、そのためにも自分たちの選手会なんだから、うん、選手会が動けよって俺は思うんだけど、やってやればいいじゃんっていう、ね、そのやらない逆に理由はな、やってあげない理由は何なんやと、うん、そのために年会費取ってんちゃうんっていう、うん、それは大なり小なりあるけどもって言って、うん、やらいい話しちゃうんっていう、うん、今選手会の意見としてはどうしたいとか出てない、まだ出てない状態なんですか。金がないからできないとか、うん、やる人いないからできないって、うん、やばいやろ。やる必要あんのか必要ないのかだけだと思うね。あ、そうですね、判断は、うんうん、必要ない、選手会も必要ないと思ってんだったらやる必要ないよね、まあ、もう両方がやる必要ないんだったらね、うん、他のお金とか全部すっ飛ばすよ、うん、やる必要あるかないかだけ考える、はい、ないんだってやる必要ない、うん、必要あるんだったらできるように考えるよって思わない、うん、え、選手会、うん、労働組合じゃないんですかって、はい、自立しろって言いたいよね、うん、そうですね、うん、簡単な話なんやけどな、うん、だから俺はそれを、はい、それのその行方によって、うん、選手会ってどういう組織なんだろうっていうのが、うん、より実感できると思うよ選手にとっても。そうですね、でそうなってきたらよ、うん、去年ね、うん、佐々木朗希が山本が選手会に入ってなかったとかってあったけども、
より選手会入ってくれへんでっていう。そうですね、入る意味って何なんだろうってなっちゃいますね、うん、そういう下の人たちのためにも支えられへん選手会って何なんですかになるじゃん、うんうん、別に、ね、10億円プレイヤーでも440万円プレイヤーでも選手は選手なんだから、うんうん、そこに差別しちゃいけないと思うんだよね。選手会費払ってますしね、うん、でその中でこの一定基準満たしたらこのルール使えますよ、それは仕方ないよね、うん、それは差別じゃなくて区別じゃんね、うん、でもそれはしなきゃいけないんちゃうかって俺は思うけど、ね、うん、だから答えは一つしかないんだけどね、うん、やりたいかやりたくないかですかね。でもやる必要あるんだと思ったら自分たちやればいいんじゃないのっていう、うん、はい、あとはどこの球場、また球場なんてさ、うん、どこでもいいわけよ、うん、別にね12球団の本拠地じゃなくだって、うん、ね、うん、草薙でもいいしね、はい、貸してくれるんだったら東京太田スタジアムでもいいし、うん、相模原の球場でもいいしね、はい、どこでもいいわけよ、はい、ね、それを見に来てくれる人がいればいいだけじゃんね、うんうん、もし選手が必要、選手がいらないっていうんだったらまだやる必要ないからね、うん、選手が必要って言うんであれば、うん、自立してやってあげたらいいんちゃうかって俺は思うけどね。そうですね、うん、ファンとか家族も引退試合がない選手の方が多いじゃないですか、うんうん、だからそういう場があった方が、まあ、何回も言ってる区切りとか節目になるから、うん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 、私はファンとしてはなんかこう最後の姿が見られるシーンだからやってほしいなと思いますけどね、うんうん、なんかなくなっちゃうのはちょっと寂しい感じがする、うん、まあだからそれは今後ね、うん、どうなっていくか、まあ、今年はあるんでね、はい、来年以降どうなっていくかね、うん、ちょっと見定めたいと思います、はい。